スナーのあなたにお送りする曲もですね、この素敵なゲストの方が選曲してくださったんですけど、1曲目お送りしました中島美香のクレセントムーン、お好きということで一体どういうところがお好きなんでしょうか。冬ガールさん、はいはい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どう、なんか思い出とかあったりするんですか、はい、この曲に。この曲は、はい、あの女性の、うん、男性に対するこうけなげな愛の気持ちを伝えている歌なんですね。なるほど、うん、であの夜空にこうきらめくお星様と対をなすこのお月様の三日月って結構こう細くて不安定な感じをその彼と の恋愛のちょっとこうなんかな不安定な感じにちょっと捉えていって投影してるんですね。そうですね。だから、うんうん、あなたのことを、まあ、どんなことでもいいから知りたいっていう気持ちを出しているんですね。で私の作品も、その愛を込めて撮っているので、その今回の選曲はその愛、いろんな形の愛をテーマにした曲を選ばせていただきました。ありがとうございます。ではご紹介いたします。本日のゲスト、冬人、冬人、はい、の冬ガールさんです。拍手ありがとうございます。まあご説明いたしますと、もしかしたらね、あのまあ結構インスタグラムでとかでこう作品を公開されたりとか活発にされてますもんね、写真で、はい、まあ結構知ってる方もおられるかもしれませんが、リスナーさんの中にはね、冬ガール、うん、なんぞやという方々もいるかもしれませんので、ご紹介いたしますと、主に鹿児島愛をコンセプトに、まあ、その鹿児島のさまざまなこう、まあ、名所とか場所をメインに、ここ重要です、あの浮遊してるんですよ。浮遊、あのまさにあの浮くプカプカ浮いているという浮遊しているという、その浮遊ですよね、が、はい、まあ、その人とかモデルさんですかね、あのその写真に写ってる方々とか、あ、私です、あ、自身か、そうかそうか、はいはい、あ、なんか今回ショートカットですもんね、はい、ちょうどあのか気づきませんでした、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、あ、そうかそうかですもんね、あ、そうか、はい、まあでも、まあ、そういうふうに、まあ、結構私いろんな写真こう見させていただいてるんですけど、当たり前のような日常がそこの中に一人プカッと浮いてる人がいると、すごいなんか独特な空気感というか、そういうのを作ってる、まあ、写真作品がすごく魅力的で、ありがとうございます。ぜひ一つ今回そのね、冬ガールさんの魅力をお聞きしたいなというふうに感じておるんですけども、はい、どうなんでしょう、結構そもそも、まあ、あの冬ガールさんの写真は冬ガールさんが浮いてるんですよね、はい、まあ、ある体の一部分が地面とか、まあ、どっかにこうついてるのもありますけど、基本すごくそう重力を感じさせないような写真作品がすごく多いじゃないですか、はい、だからこういう写真を撮ろうと思ったきっかけであったりとか、はい、あとそもそもどうしてこういういろんな表現方法がある中で写真という道を選んだのかということをちょっとお聞きしてよろしいでしょうか。はい、そうですね、写真を始めたきっかけっていうのは、はい、まだカメラも持っていない頃に気軽に入った写真サークルで知り合った方々が、あの撮影会などで勉強のために使ってくださいって言って、いろんなカメラを貸してくださって、はいはい、でそれがきっかけで、こうファインダー越しに見た世界がすごくキラキラしていて、もうそこでも一気にもうカメラの魅力に引き込まれていってカメラを始めましたね。で、あのどうして浮遊をしているのかということなんですけれども、写真を撮ることがもうすごく大好きなんですけど、写真を撮られることがすごく苦手、コンプレックスで、あ、だけど、まあ、鹿児島素晴らしい風景、景色、スポットたくさんあるじゃないですか、確かに確かに、そこに行った時にそこに自分がいたことの記録をどうやって残していったらいいかなって悩んでて、
せっかくだったらその撮られている時も後からその写真を振り返ってみる時も笑顔になれるような作品を残していきたいなって思っていて、でその時に出会ったのがあの今となっては私の冬の師匠である、はい、インスタグラムのゼログラビティさんという男性の方の作品を偶然拝見して、もうそのユニークさにすごく強い印象を衝撃を受けて写真の概念が変わったんですね。もうあのカメラ目線でないといけないとか、ピースをしないといけないとか、笑顔でないといけないとか、うん、自分のことだけ考えてたんですけど、そういうの考えなくていいんだって、なんか写真の概念をこの方がの作品が変えて、なるほど、なんかまあ確かにこうねカメラの種類とかいろいろありますし、1眼レフ、2眼レフいろいろありますけども、まあこうね、こう絞りとかいろいろ露光の露出とかありますもんね。でもまあ自由でいいんだっていうことですね。そうですね、自由でいいんだって、うん、で撮りたいものは何かって考えた時にやっぱり一番は自分じゃなくてその美しい風景というのがやっぱり一番にあって、はいはい、まあ私はその中に溶け込むようにあのいさえすればいいだっていう、あくまでもその場所が主役であって、はい、じゃあそのご自身はそこをより見る人に注目してもらうためのスパイスだみたいな感じ。そうですね。なるほどね。なので、まあ、その方はその私が初めて見た作品っていうのがその海外のダイナミックな美しい風景の中を遥か上空からこう自然な体勢で浮きながら見下ろしている、うん、もうそんな富裕人さん、ゼログラビティさんの、うん、その作品に一気にもう心を奪われて、こんな風に宙を舞えたら楽しいだろうなって、うん、こういうどんなに楽しい記念写真ができることだろうと思って気軽に真似たのがその冬のきっかけになります。いや本当あの今回実はこのねその師匠さんのような存在ではそのゼログラビティさんの資料を手元に今ちょっと見てるんですけども、はい、本当にこれ多分見る人からすればこれどうやって撮ったんだいっていう形がすごいんですよね。まあ、先ほど特にこういうねあの、まあ、本当にその場に浮いてるような写真とかの他にもあの私拝見させていただいたのがあのバイクに、うん、わたがってじゃないですけどバイクの上でこう本当に何て言ったらいいんだあれは本当に言葉表現しないですよね。あのバイクのハンドルを握っていて、はい、そこだけ設置してるようにこう浮いているみたいな写真が、はい、後ろそうそう、うん、足だけは空を浮いている、うん、そう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 、はい、もうあれとかもう本当にこれは一体どうやって撮ったんだろうとか、はい、あとそのそれこそ、ま、ジブリの魔女の宅急便が私好きなんですけどそれこそ魔女みたく、うん、ほうきにまたがってあれ綺麗でした、あの夕焼け空をバックに、はい、あの影あれもどうやって撮ったんだろうっていうのが、はい、すごく気になってですね、うん、あのまあ、教えられる範囲で構いませんので、はい、なんかそういう種明かし的な、まあはいね、もしかしたらそういう同じような方がおられるかもしれませんので、うん、で話せる範囲ってどうやってこう あります工夫というか仕掛けというか。そうですね、あのバイクの冬写真については、はい、あのワンピースを着てるんですね、黒いあでしたね、はい、うん、なので実際は足の形は見えないんですよね、ワンピースだから中までは、うんうん、なのであのカメラの方と反対側の方の足、カメラの側じゃない足を実は荷台の方に膝をつけて、うん、あのそこに重心を置いて、でカメラ側の方の足はピーンと後ろに伸ばす感じで撮ってるんですね。なのであの実際パ写真を撮ると両足とも浮いているみたいに、本当に、はい、見えるので、私の中ではその全部全身がこう宙を浮いてないと冬作品じゃないとか、うん、そういう定義はなくて、もう見て浮いてるみたいって思ってもらいさえすればもうそれも冬作品として私はいいんじゃないかなって自分の中では思っていて、はい、もうでも本当に
じゃあ本当もうアナログって言ったらあれですけど、なんか変なそういうフォトショップの小細工とか本当な小細工してるな、そういうなんか、はい、そういうデジタル的なそれは本当にない。よく聞かれるんですけど、うん、どうやって加工してるんですか。未だに聞かれるんですけど、はい、そういうのは一切ないんですね。へ、私の師匠の富裕人さんもそういうのは一切なくて、うん、もう本当にもう10秒タイマーでダッシュしてじゃあ本当にこのね軽やかに浮いてるように見える裏にはそのようなスポコンのようなドラマがあるわけですね。部活ですね。あ、体力使いますね。はい、ただあのこの方は本当にもうご自身でたった一人で活動されていて、私の場合はその夕日をバックに撮っている作品は、あの写真サークルであの知り合った方が150メートルぐらい離れたところから望遠レンズであの私を撮ってくださったんですね。なるほど。はい、私は堤防の上で、あの海をバックにどのように撮られているかわからないので、うん、もうひとまずずっと浮遊してました。後から見せてもらった感じで、うん、そのような、まあ、そういう協力者の方がいての、そうですね、今の作品が一緒にこうコラボ作品をそのように作っていったりもしています。そこはちょっと師匠のゼログラビティさんとはちょっと違うところになるんですけど、うん、やっぱりその自分が立ちたいところとカメラを置きたい場所、はい、距離がある時、うん、10秒では間に合わない時とか、街中で人が多い時とかは、うん、まあ、時短の意味も込めて、うんうん、あの助っ人の方にお友達とかにシャッターを切ってもらったりしていますね。やっぱりこういう素晴らしい作品作る上、やっぱりそういう人とのつながりも大事なんだなってことになってます。冬ガルさん、そのね、鹿児島のこうあらゆるこう名所とかを写真撮って、はい、まあ、その中で人物、まあ、ご本人がですね、浮遊しているような写真を撮って、人の目を引きつけるような作品、独特な世界観を作られておりますが、はい、コンセプトでその気になるワードというか、夢重力というものがあります。掲げてますよね、夢重力。あ、無重力。無重力か。すいません、無重力というものが、はい、失礼しました。これはどういう意味でこの無重力という言葉をつけられたんですかね。あの一般的の無重力は重力がないって書くじゃないですか。ええ、私の場合は夢の重力と書いて無重力というふうに、ん、あの作ったんですけど、写真って一瞬の切り取りじゃないですか。ですです。はい、で冬っていうのは現実的にはあのなんていうのできない、うん、ことじゃないですか。でも写真だとそれが可能になるんですよね。そうですね、はい、なのでその一瞬の切り取りに夢をいっぱい工夫次第では夢をたくさん詰め込めるので、そこがあの浮遊写真の魅力だなって思っているので、うん、まあ、それが皆さんにもなんかこう、うん、夢が与えられるような希望とか癒しとか、なんかそういう意味も込めて無重力、有名重力。あ、本当に確かにそういう冬ガルさんの作品がそういうあれですもんね、落とし込むといいますか、その一つの風景の中に浮遊してるその姿とかで軽やかな気持ちをすごくなんか出てるなと思いまして、うん、はい、そういう意味でそういう希望に満ちたものなんですね、無重力っていうのは。そういう言葉としての、そうですね、うん、実はこの冬ガルさん、はい、アーティストのこの冬ガルという名前を、まあ、あの冬は漢字でガールがひらがななんですけれども、はい、冬ガールのるの後に句読点の丸をつけてるんじゃないですか、はい、この丸含めての名前ということで、はい、こちらどういうこう影響とかを受けてるんですか。うーん、あのモーニング娘。さんが大好きなので。なるほど。モーニング娘。さんは最後に丸がつくじゃないですか、丸をお借りしてる形で勝手に、あ、そういうことなんですね、はい。ちょっとここで早いですけど、もう曲かよって感じですけども、ちょっとここでね、はい、モーニング娘。ね、こっち今回40、モーニング娘。140さんの楽曲をちょっと聴いてですね、はい、ちょっとそのことについて少し迫りたいなというふうに思います。はい、では、行きましょう。モーニング娘。140で、パスワード is zero。ただいまお送りしておりますモーニング娘。14の
こちらパスワードイズゼロという楽曲ですが、はい、まあ、こちらもねモーニング娘。で句読点の丸ついがついてますよ、まあ、そこから拝借されたということですが、はい、モーニング娘。まあ私としてはそれこそあのミニモニとか、はい、そういうあのお姉ちゃんの影響で入った口だったんですけども、ね、はい、ミニモニの当時のかぼちゃん、つじちゃん、あとあの、はい、ミカちゃんがすごい好きで、はい、あんな正常期のバンダナが似合う女の子いないなと思ったんですよ。どうですか、やっぱりクユーガールさんね、そういう名前に一部そうちょっとお借りするぐらいモーニング娘。まあモーニング娘。ワンフォーがお好きということですが、はい、今トゥーゼロです、ね、今トゥーゼロなんですね、はい、失礼いたしました。いやでも どういうところに感銘を受けてほしいんですか、こういうモーニング娘。トゥーゼロの、まあ、これも、はい、どうぞ。失礼いたしました。今この BGM で流れている感じの、うん、もう16ビートを刻む、うん、タッ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 タってこの細かいリズムを刻んで、あの10人以上のメンバーが一つの体、あのいろんな体型を作って移動しながら、うん、あの今のモーニング娘。はこうダンスしてるんですね。昔はこう可愛い曲で、うん、2ステップでみんなが同じ振り付けだったんですけど、うん、今はもうそれがなくってフォーメーションダンスといって一つの体型をみんなが作って、あのしかも生歌で披露するんですよ。昔からリズムはもう16ビートを刻めてつんくさんがいると言っていて、ずっと大事にされていたんですけど、もう今はそのアイドルというよりはアーティスト、アスリートみたいな感じに変わってきて、もうかっこいいモーニング娘。に今なっているんですね。クールでストイックな。そうです。なかなか今ね世の中ではこう、いやアイドルの曲は商業にしか向いてないから、あんなのはアーティストじゃねえとか言う人いますけども、うん、少なくともモーニング娘。というそのグループはやっぱりそういうところにも攻めていってると言いますか、はい、本当、まあね、厳しいんでしょうね自身に。そうですね、もう、うん、あのもうパフォーマンス能力がすごく、もう一人一人のパフォーマンス能力がすごい上がってきているので、なので一人一人がすごく目立っている、うん、埋もれていないですね。なるほど。誰もみんな輝いてると、みんな輝いていて、まあ、あの卒業と、ね、新メンバーが加入っていうのを繰り返していて、うん、いつだって最盛期をずっと20年間続けているところもモーニング娘。の魅力だなと思います。なるほど。やっぱりそういう、まあ、曲もですけど、そういう好きなアーティストのスタイルにも、うん、やっぱりそういう冬ゆかるさんの作品妥協を一切感じないんですよね。多分何回も取り直されてると思うんですよ、はい、あ、そう満足するまで、はい、そういうとこやっぱり影響来てるのかなって今思ったりしましたね。そうですね、三日坊主の私がもう冬の修行を始めて5年目に入るので、もうそれはもうあのすごいですよ、ライフワークというか。ぜひ続けてほしいですね。はい、ありがとうございます。ではあのその、まあ、こう写真撮ってて、はい、やっぱりその楽しいこととか、まあ、ちょっと難しいな、はい、悩むこともあると思うんですけども、はい、そういう悩みとかあります、葛藤というか。そうですね、やっぱり頭でこう思い描いている構図がうまくこう再現体現できなかったりとかもよくありますし、うん、写真ではこう自然体に写ってるんだけど、実際はかなり不自然な体勢で浮いていることが多いので、はい、そこを計算してポージングするっていうのすごく難しいところだったり、うん、まあ、そのね、ポーズを固定するときもすごく体筋肉使うと思うので、そうですね、あのバイそれこそ何かすいませんね、バイク の, あの写真を引き合い出して、はい、あれ体勢維持するのもかなりきついんじゃないですか。そうでもないですね。あ、本当ですか。はい、へえ、では、まあ、冬浦さん今後もね、そのライフワーク冬修行、冬の修行は続けていかれると思いますが、はい、今後 の, その、まあ、展望といいますか、なんかこういうことしてみたいなとか、はい、なんか目標とか夢とかあったらちょっとお話ししていただきたいなというふうに思います。そうですね、私はあの、まあ、普段ストレス社会に、まあ、侵されている、うん、皆さんに、まあ、現実的なものの捉え方からちょっと離れてもらって、あの私の作品を通してこの日常の中の非日常を織りなす私の世界観をあの見ていただいて、こうちょっとでもこう癒しの存在になれたらいいなって思ったりもしますし、
またその県内だけじゃなくて県外の方も見ていただいて、あ、鹿児島ってこんないい風景見れるんだとか、うん、ここ行ってみたいなとか、なんか面白い人いるなとか何かそういう、うん、心を動かせられるような作品をこれからも撮っていって、まあ、鹿児島を PR していけたらいいなと思って。